はいはい、今日はですね、はい、ちょっと時間もなく、すいません、私にもね、ちょっと一因がありまして今日は短縮放送でお送りしますけど、はい、わかりました。バババババッと1週間振り返ってどうですか？ですね、うん、実はね、いろいろ言ったんですけど、ほう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 、まあでも土曜日の話します。土曜日、おう、土曜日に、ね、うん、結構天気が良かったじゃないですか、うん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 、なのでちょっとお出かけしようと思って、おで、あの中之島公園行ったんですよ、うん、で、その日はね、夫がねちょっとね仕事が遅くまであって、ちょっと帰ってきた、はい、来てフラフラだったから、うん、あのもう私と子供だけで中之島公園に行ったんですね。大丈夫かな。で、うん、大丈夫だった。なんか寝たら治った。そうそう、寝たら治ったからいいんだけど、なんだったっけ、そう、中之島公園にお昼時に行ったんですよ。ランチを食べがてら、ちょっと行こうかな、みたいな感じで。で、そうそう、カワセミの里でお弁当買って、うん、で、子供には離乳食のお弁当みたいなのがあるんですよね。なんか今、市販で売ってるんですけど、それを持って行ったんです。で、結構やっぱりね、同じ考えの人がいっぱいいて、その時間にね、うん、お昼食べに来てる人いっぱいいたんですよ、はい、川辺でね。そうそう、あ、いいなと思って、で、うん、一緒にね、その空気を楽しみながらご飯も食べて、うん、で、腹ごなしに散歩しようって思ったんですね、うん、あの川間っていう広場をね。で、橋があって、うん、あるある、あの広場、森の奥みたいな感じの広場があるじゃないですか、うんうんうん、あそこでちょっとこうお散歩してたんですよ、はいはい、そしたらね、すごいものに出会ったんです、うん、ちょっと待って森の中で、そう、あの広場の中、なんて言ったらいいの、あの、あ、な、うん、知ってる、あの川の向こうでしょ、うん、そう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 、分かった、なんかイベントやったんですよ。いや、イベントじゃないの、違うの、あのね、出会ってしまったの。びっくりした。何に。もったいぶっちゃうけど。ご心配をおかけしております。今中にブーでございます。あのね、いや、うん、男の人がね、まずあの佇んでたんですよ、うん、で、30代40代ぐらいの男性かな、なんかなって思ってたんですよ、ずっと上を見てて、おその男性が、え、何と思ってたら、はい、あの上、その木の上に、うん、鷹がいたんですよ。鷹、うん、鳥のホークスやね。だからその男性が鷹を飼ってて、あのちょっと外に放そうみたいな感じでやってるわけ。鷹を飼っている、うん、あのね、鹿児島弁で言うとね、ひった曲がったですよ、びっくりした。ひった曲がったね、本当に、えと思って。鷹は今その時は上の方にいるの？そう、木の上にいたんだけど、なんかこうピーって笛みたいなの吹いたらね、ちゃんとその飼い主さんのちゃんと肩に降りてくるわけよ、手か腕に降りてくるわけ。名付けてるの？そう、手名付けてるわけ。マジか。多分家で飼ってるんだけど、うん、その日はちょっと外であの運動させようかなみたいな感じで外でやってたんですよ。え、それ鎖かなんかついてんの？ね、見た時はついてなかった。ってことは、そうそう、まあ、話しがいじゃないけどね、飛んでいかんのやろか。あのね、なんかね、やっぱりちゃんと訓練されてるみたいで、そばを、ね、離れない。そうそうそう、その飼い主さんのそばを離れないんですよ、ちゃんと。それまさかのまさかやね。でしょ？
なんか中之島公園知ってる人もまさか鷹に出会うと思わないでしょ。思わないけど、でも確かにその飛ばせ、自由に飛ばせれるところってそんなにないからさ。そう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 、あそこほら木に囲まれとるやない。そう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 、ことはやっぱ鳥さん、鷹さんもこうリラックスできるんやろうね。そうだと思います。泊まり木もいっぱいあるし、あのどっちかというと下って舗装されてる道もあるんだけど、はい、あの葉っぱがこう埋め尽くされてて、うん、泊まりやすいっていうか降りやすいところでもあるのかなと思って。そうそうでね、さらにびっくりしたのがまだあんのかい。いや、あの地面に降り立った時にね、あ、タカちゃんが、タカが、うん、あのうちの息子がね、わって近寄ってくるわけ。息子が近寄っていくの？そう。大丈夫かい？そうそう、だからまださ、危険なものってあんまり分かってなくて、あの、なんだろう、なんだろう、この鳥さんで、いや、全然怖がらなくて。見てる方が怖いやろ。そう、本当に、おーおーおーみたいな感じで。え、でその何、近づいてっても大丈夫そうなん、それは。大丈夫そうだったんだけど、さすがに飼い主さんがね、ちょっと危ないかもみたいな感じで、はいはい、止めてはくれた。そうだよね。そうそう、だから、ああ、すみませんって言って。おじちゃん、おじちゃん、なんか、タカですよねみたいな感じで聞いたんですよ、その話せるついでに、飼い主さんに。確認した。そうそうそう。そしたらなんかね、タカのね、仲間っていう言い方してて、そうそう。だからもしかしたらちょっと違うのかもしれないけど、でももうね、眼光がね、めっちゃ鋭いんですよ。どうやろう。で、翼も広げたらすっごい大きくて、そう、かっこよかったです。その飼い主さん、なんかこう、タカに似てるっていうか、すごいスラッとした方なんですよ。なんかかっこいいんですよ。飼い主さんもタカっぽいわけ。そう、なんか、すごいなと思って、かっこよかったです。なんか、その森に飛び降りた、なんか、すごい、うん。森に降りてきた使いみたいな感じでしたよね。多分、森に降りてきた使いだよね。いや、でしょ？もうね、あの光景をね、キトゥスちゃんにもね、見てほしかった。それちょっと本当に。なんかこう、森の木漏れ日がさ、刺してきてさ、本当になんか降臨したみたいな感じになってて。ね、いや、素晴らしかったですね。いや、会えてよかったなって思いました。なかなか会えんわ。でしょ？なんかさ、たまたま行ってさ、私2回目なんですよ、中之島公園行ったの、その土曜日がね、はいはい、2回目でそんな珍しい光景見れるって自分でなんかびっくりしてしまって、絶対これラジオのネタだなって思って喋ってます。あれだな、中之島公園関係の人聞いてみるわ、その人は。ね、聞いてみて、もしかしたらその毎週土曜日に来てるとかなんかわかるかな。あ、どうなんだ、そうだね、もしかしたら、そう、確かに何回かでも取れるかもしれないね。ねえ、それでなんかさ、やれそうじゃない？鷹の人、鷹匠に聞くなんちゃらみたいなイベントとかやれそう。近く感じないとこ。いや、でもちょっと素晴らしかったです、本当に。まさかの鷹談義でした。そう、いや、もし私ね、またね、横島な思いが走って、うん、あの福岡だから、あのホークスだからね、鷹を飼ってるのかなとか、いろいろね、うん、考えちゃった。いや、もうほんとまさに鷹の町ですから。そうですよね。だからちょっとなんかこう、それに関連つけて飼ってるわけじゃないかもしれないけど、なんかちょっとそういう思いがね、横切りました、頭を。そうなんですよ。ということで、今週はまさかの鷹の、ちょっとそれちょっと私も調べてみます、いろいろ他に。そうですね、ちょっと次回の方でお聞きの方で何か情報を知っている人がいたら、ぜひメールをください。そうですね、ちょっと次回のまた宿題という、鷹情報をちょっと調べましょう。はい、ということで今週はちょっと短縮放送になりました。すいません、そうなんです、短縮バージョンですが、ということでまた来週でございます。また来週、はい、ネタを貯めておきます。いかがあればまた報告します。はーい。じゃあねー。
はーい、また来週。また来週。この放送は福岡県那珂川市 NRS ラジオよりお届けしております。 YouTube そして Spotify でお聞きになれます。ビバナカリブレアットマーク gmail.com にてお便りもお待ちしております。月曜日お昼にお会いしましょう。